バタヤンプロジェクト。はい、腕痩せるようにやりながらテンション上げてます。皆さんバタっておりますか？今週はですね、ヒップアップのエクササイズをプラスしたいと思います。しかも2種類。なんでね、もう私1種類だけにしようかなと思ってんけど、このフェス、これは1種類じゃ足りないよ。もう2種類いっとこう。このケツはちょっと、だからちょっと2種類のヒップアップのエクササイズですね。これやっぱり毎日やったら絶対にお尻ちっちゃくなってくると思うのよ。だからやりますよ。まず1種類目、膝をこう揃えてつけます。そしてこういう感じね、この体勢をとって、で右、まあ、足、片足をこう上げる。でもこのまっすぐよりもちょっと上、こうやって上げる。そしてこっから上にちょっとだけでいいから、ピョン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 。そしてここの注意点は、ここよりもちょっと上に上げてからのスタートプラスこの足首を曲げる直角。これがもうこの時点で結構お尻痛くなってると思います。そしてさらに痛くする、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 痛くするってないよね。バタる、バタる、バタる。これ、これ30回やる。そして反対も足直角にして、ちょっと上に上げて、そっからさらにさらに上げる、さらに上げる、さらに上げる。これを30回。これが1種類目。そして2種類目が物の主体性で、次は、足を直角に上げる。これ結構くるよ。直角やねんけど、床に平行に足を必ずこう持ってくること。こう下がらない、下がらない。足を直角に持ってくる。こうで足を下ろすときに、ここに一回一回つかない、つかないで、ちょっと浮かせる、ちょっと浮かせる。わかりますか？ここに下ちょっとついてないでしょ。ギリギリでつかない、上げてつかない、ここ直角ね。もうこれだけでしんどい、ちょっとやっただけで。よし。でこれこっちが痛いと思いきや、なぜかやってるとこっちのケツまで痛いから、もう同時になんかいろんなとこ効いてますから、これね。でさっき運動の時は絶対負荷がかかってる時に息をしっかり吐いて、これを左右30回。これが今週追加される運動です。これでお尻を小さくするぞ。バタれバタれ。